大相撲平成30年9月場所は、2018年9月9日から9月23日まで、両国国技館で開かれた大相撲本場所である。幕内最高優勝は、横綱、白鵬賞。身体がかかる横綱、稀勢の里は、初日の勢い戦は干渉したものの、二日目以降は苦戦する相撲が連続した。しかし、それでも、土俵際の逆転など、 白表の勝利で白帽子を拾い続け、5連勝としていた。6日目の千代大流戦、中日の玉鷲戦、11日目の一の城戦は何にもできず完敗したが、中盤以降は相撲内容も向上していき、久々に千秋楽まで解禁して10勝で取り終え、身体問題はひとまず、クリアとなる結果になった。角番の大関、土地の新は、 9日目までに4敗を喫するなど際どい状況であったが、11日目に全勝の横綱、各竜を破るなど大関の意地を見せ、14日目の阿部前で8勝目を挙げて、角番脱出。先週楽も高安に送り出しで勝利して9勝で取り終えた。大関昇進がかかる関脇、三竹海は安定した内容で初日から5連勝としたが、6日目に豪栄道に、 大関の意地を見せつけられると、三横綱に全敗するなど中日から5連敗。大関昇進は白紙に近いところまで戻るどころか、勝ち越しも危うい状況となった。しかし、13日目以降は連勝してなんとか9勝を上げた。特に14日目は、優勝を争っていた高安を破るなど意地を見せた。また、九州場所へ向けて大関昇進の可能性も、わずかながら残した。 9日目を終えて、全勝は、白鵬と各竜の両横綱、一敗で高安と、豪栄道の両大関と平幕の竜電が追うという展開であった。翌10日目はまず竜電が石浦に、寄り倒しで敗れて2敗に交代した。さらにこの日は、豪栄道高安という一敗同士での、大関対決が組まれ、腕ひねりというチン技で、高安が、勝利、一敗を守った。 さらに白鵬は一の城を、角竜は三竹海という両席分けをそれぞれ寄り切りで干渉し、10連勝。この時点で全勝は、白鵬、角竜の両横綱、1敗で、高安、2敗で、木瀬の里、豪栄道、竜連、高の岩という展開となり、両横綱のマッチレースの様相になると見られていた。翌11日目には優勝争いに大きな変化があった。 まず二敗竜電はこと勇気に押し出しで敗れ三敗に交代。高野岩は元大関のこと将棋区を下手投げで、合栄道は正代を寄り切りにて下しどちらも二敗守って九勝目。そして各竜は土地の新戦を迎えたが、諸差しになった花を土地の新の釣り寄りに遭遇し、乾杯、初黒星を喫した。その一番後に登場した稀勢の里も一の城に、 全くの乾杯、三杯で脱落した。そしてこの日の結びの一番は全勝白鵬マイナス一、灰高安という大一番が組まれ、白鵬勝てば単独首位、高安勝てば一敗で三人が並ぶ混戦模様となる展開となったが、立ち合いの駆け引きの末、白鵬が高安を押し倒しで一戦。十一連勝として単独首位に立ち、高安は二敗となった。この結果、 全勝で、白鵬、一敗で、各竜、二敗で、豪栄道、高安、高野岩という展開となり、前日の通り白鵬が、単独トップに立った。翌十二日目は高野岩は小法山に、押し出しで敗れ三敗に交代。この時点で平幕で優勝を争う力士はいなくなった。最初に登場した二敗豪栄道は阿炎を引き落としで、下し、 二杯を守り二桁狩猟星に到達。白鵬は前日に、各竜を止めた土地の心を救い投げで完勝、干渉、十二連勝とした。その一番後に登場した一杯各竜は二杯、高安戦を迎えた。この取り組みは各竜が巻き替えた、刹那、高安の上手投げに、背中から落ち両者二杯で並んだ。十二日目終了時点で全勝が、白鵬、一杯がいなくなり、 二敗で、各竜、合栄道、高安となり、画前、白鵬の独走という展開となった。翌13日目は高安が阿炎を、気迫の突き出しで下して11勝2敗。その一番後に登場した白鵬は、横綱に昇進以降の稀勢の里との初対決となったが、稀勢を全く寄せ付けず、寄り切りで、干渉、13連勝とした。そして結びの一番は、 各流合栄道の2敗同士の生き残り戦であったが合栄道が各流を押し出しで一周して2敗で生き残った一方の各流は3敗で脱落結果この日の終了時点で全勝が白鵬2敗で合栄道と高安という展開になり翌14日目にも優勝が決まるという展開に変わったそして重要な14日目2敗高安は三竹海と 全勝白鵬は、結びで2敗の合栄道との取り組みが組まれ、白鵬勝てば、千秋楽を待たずして、優勝決定、敗れれば、優勝争いは千秋楽へ持ち越しという状況であった。まず2敗高安は、勝ち越しのかかる三竹海との一番を迎えたが、物言い,いのつく相撲で、高安が歌木に赤敗し3敗目、優勝争いから脱落した。結果、これにより、 全勝白鵬と2敗合栄道が生き残り、両者が結びの一番で顔を合わせた。この取り組みもやはり立ち合いの駆け引きがあり3度目で立ち、白鵬が体を入れ替えての上手投げで、合栄道を制して14連勝、5場所ぶり41回目の優勝を千秋楽を待たずして決めるとともに、幕内千勝も同時に達成した。よく千秋楽も白鵬は各流に干渉して、 全勝優勝を飾った。優勝争いに登場した力士の最終成績は、各竜は終盤5連敗で10勝、豪栄堂は12勝、高安は千秋楽も土地の新に敗れ11勝、平幕の竜電と高野岩は10勝であった。3勝は、1947年の3、小制度制定以来初めて、主君、関東、技能いずれも該当者がいなかった。 歴史情報は2018年9月場所当時のもの。ありがとうございます。